どうも、斉藤紳士でございます。さあ、今日はですね、ちょっと、文豪といえばという感じで、皆さん、文豪ってどういうイメージがありますか？着物着て、書斎でね、タバコでも吸いながら、頭を抱えて、小説を書いているというイメージがあるかもわからないですけど、そういういろんなイメージの中の一つとして、僕はですよ、旅館にこもって小説を書いているっていうイメージがあるんですよ。ね、なぜかわからない。で、それは文豪だけかといったらそうではないと思うんですよね。というのは、村上龍さんが確か「半島デー」を書いたのはどっかの旅館ですよ。どっか忘れましたけど、熱海だったかどっか行ってるんですよ。東京じゃないんですよ。温泉街に行って、旅館を借りて、そこでこもって執筆したんですよ。そういう作家さんって非常に多いんですね。で、僕は情熱大陸で川上美恵子さんを密着されてる時にも、川上美恵子さんもどこかに泊まって、宿に泊まってですね、ちょっと書きに行きましたみたいな、ヘブンを確か書いてた時だと思うんですけども、こもって書きましたみたいなことを言ってました。小説家は困ると、地方の宿に行く 地方の宿で書くっていうイメージが僕にはあるんですね。ということはですよ、地方の宿には行けばいい小説が書けるのかと。なんだそれはと。どういう因果関係があるんだというふうに思ってですね、ちょっと調べました。まずですよ、例えば志賀直哉なんかはですね、志賀直哉といえば何ですか？城崎にてですよね。城崎にて、城崎といえば何ですか？城崎温泉ですよね。やはり城崎温泉で城崎にては書いている。その話ですから、言ってしまえば。ね。で、三木屋というね、旅館でこれを書いたんだということなんですね。で、藤村、島崎藤村とかですね、長野県の、これは中棚荘でいいんですかね。で、こもって執筆を藤村はしてたそうです。中棚荘で。で、太宰もしてるんですね。なんか東京のね、三鷹の家でずっと書いてるようなイメージありますけども、そうではない。静岡のですね、安田屋旅館でですね、ここでなんと斜陽を執筆していたということですね。で、その斜陽を書いていた部屋っていうのは、現存しているんだそうです。今でも行けば見ることができるんだそうです。で、中原中也はですね、山口の西村屋で、なんと結婚式まであげたと。どんだけ旅館が好きなんだという話ですけど、で、川端康成はですね、静岡の湯本館で伊豆の踊り子を書いているという、なんかやっぱりインスパイアされるものがあるんですかね。というふうに思うんですよね。で、漱石なんかも静岡でですにあります、ゆかいろ菊屋というところで執筆をしていた、などとあるんですね。なぜだと。なぜ小説家イコール旅館なんだ、温泉街なんだというふうに思うかもしれませんけれども、気分転換というものもあるでしょうし、都会の喧騒を離れというようなこともあるんだと思いますけれども、純粋に、昔の人っていうのは、今ほど医療が発達してませんから、やはり天地療養といいますか、する人が多かったんだと。ね。で、天地療養するにはもちろんその温泉街なんかがいいなんていうね、ことは未だに言われますから、そういうところで、なんていうんですかね、体を回復しながら、旅館で小説を書くというのが、一番手っ取り早いといいますか、自然の流れでそうなったんではないかなというふうに僕は推測します。で、現になんかちょっと良さそうですもんね。自分もやってみたいです。いずれ作家になって、大御所みたいなことを言われるところまで行ったらばですよ、ちょっと次回作を書くから、伊豆の方で3ヶ月、こもるから、原稿の方はね、メールでまた送るから、邪魔しないでくれよ、頼むよ、本当に。みたいなね。言ってみたいもんですね。なので、ステータス、一つのステータスとしてですね、いずれ、大御所になればそういうこともしたいな、なんていうふうに。ほら、いいもの書けるでしょう。ね。日がない一日何もすることはない。ね。コンビニぐらいは近くにあるかもわかんないですけども、遊興施設もない。ね。っていうところでですよ、温泉がある。じゃあ、温泉使って、あーって疲れ癒して、小説も書くかと、それはなりますよね。なのでね、いつかそういう立場にね、なれたらいいなというふうに思います。というわけで今日はですね、
旅館に行けば小説が書けるのか問題についてね、語りました。はい、今日は以上でございます。どうもありがとうございました。